上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの22回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはタイガースの先発田代、甲子園のマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球ボール、スピードボールを持っています。入りました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは2番に入っている堂上。田代、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上田代、そしてキャッチャーは志村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、セカンドが取る。ツーアウトになりました。3番バッターアルモンテ、今シーズンここまでホームランは2本。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは田代、ここまで6勝をマークしています。ここまで負け知らずということになっています。里崎さん、それにしても調子がいいですよね。まあそうですね、このところ安定した投球を見せてくれてますからね。そうですよね、チームとしては頼りになる存在となっています。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。近本が掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の松葉。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは近本、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球、初球は際どいところに来ました。ストライクです。空振りになります。ノーボールツーストライク、三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている中野、好調の今シーズン、現在セリーグの首位打者です。松葉、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ、初球は何か、引っ張った、これはどうか。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番大山、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました、これはどうだ。ショートの左抜けました。これで9試合連続安打、ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには山川が入っています。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですから、やってくれるんじゃないでしょうか。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。早いうちに先制して相手にプレッシャーを。打ちました、ヒットになった。3塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0タイガース、試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。果たしてこの後追加点が入ることになるのか、はたまた食い止めることはできるんでしょうか。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。
打ちました。詰まりながらも左中間へ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。2アウトです。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番の森下が入っています。まずは慎重に外から入ってきました。打ちました。これはどうか。ショートの横抜けた。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。初回から確実に攻めていきます。ここはどんどん攻めたいですね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね、非常に期待がかかりますね。その期待に応えてほしい志村、打席に入っています。インサイド落ちました。これはどうだ。センターに抜けました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。3対0タイガース。なおも二塁一塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。初回から徐々にリードを広げています。さあそして打席には木浪が入ります。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど。真ん中打ちました。グラブが届いた。ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですが、ジャンピングキャッチに阻まれてしまいました。いやこれは素晴らしい反応でしたよね。しかしこの回タイガース見事な攻撃でした。1回終わって3対0タイガース先制です。2回に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスビシエド、2試合当たりが出ていません。さてタイガースの先発は田代。ここまで6試合に登板して6勝負けなしという成績。いい当たり。これはセンターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは5番阿部。今シーズンここまでホームランは3本。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。ここはゴロを打たせてゲッツーを取る。打ちました。取った。二塁へ。二塁アウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。6番バッター高橋。ドラゴンズダブルプレーでランナーなくなりました。この回の田代4球で2アウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい。さあ次のバッターはどうなるか。ファウルです。打ちました。ここはフライになっています。キャッチャーが落下点に入ります。志村掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。3対0タイガースがリードしています。さあバッティングの方はどうか。田代打席に入ります。今日はピッチングの調子は良さそうですから、打つ方でも期待できると思いますね。なるほど。さあいい流れをバッティングでも活かせるか。初球は何で来るか。初球ボール。高め大きく外れました。ボール先行です。打ちました。いい当たりだ。左中間に大きな打球。レフトセンターバック。しかし入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。卓球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。ストライクを取りに来たところ、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。自らを援護する一発でした。その際4点大きくリードを取りました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやーナイスバッティングですね。大きなリードをもらいました。打順は1番に帰ります。バッター近本。タイガースホームランで得点を挙げています。赤星さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや狙いすました素晴らしいホームランだったと思いますね。そうですね。
さあ引き続きここもつなげていきたい場面です。ノーアウトランナー一塁です。2番バッター中野、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球変化球は空振りです。打ちました。飛びつく、取った、一塁へ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか？これはしょうがないですよね。いいプレーでしたね。変化球振っていきます。アウトコース、これは見送ってボールです。真ん中打ちました。これはどうか、ショート取った、一塁送球、アウト。スーパープレーが飛び出しました。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか？このプレーは大きいですよね。打ちました。左中間に大きな打球、さあどうだ。大島が抑えて3アウトチェンジです。里崎さん、点差を広げた状態ですとキャッチャーのリードの内容も変わってくるもんなんでしょうか？まあそうですね、まあ、やっぱりストライク先行で無駄なボール球を要求しないようにするでしょうね。はい、そのあたりのキャッチャーのリードにも注目しましょう。打ちました。フェアかファールか、わずかに左に切れました。ファールボール、三振です。まず一つアウトを取りました。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている木下。今シーズンここまでホームランは2本。田代、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコース決まった。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。次はピッチャーの打順ですが、先発の松葉がバッターボックスです。ピッチャーが相手でも気を抜かずきっちりアウトを取りたいですね。そうですね。低めの球ストライク。ここは159キロを計測しています。さあ勝負してくるのか。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振を奪いました。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0、タイガースがリードしています。赤星さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか？そうですね、多少甘く入ったところは確実に捉えてる。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは6番森下。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。変化球空振り。ツーアウトになっています。打席には7番バッター志村。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。打順は8番木浪。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたが、打ちました。サード取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。回は4回の表に入っています。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは大島。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。素晴らしい投球を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども。そうですね、まああまり飛ばしすぎてもね、後もありますしね。バッターが二回り目になってからがまた勝負ですね。なるほど。さあこの後も好投が続くんでしょうか。2番バッター堂上、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。田代、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球空振り。
ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。ここでしっかり低めに決めてきましたよね。3番バッターアルモンテ、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に引っ張った。これはどうだ、田代、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4-0、タイガースがリードしています。さあ今度はバッティング、先発ピッチャーの田代バッターボックスに入ります。先ほどはナイスホームランでしたよね。はい、本当に野手顔負けの打力がありますよね。そのあたりさすがといったところですね。アウトコース見送っています。空振りになります。ワンボールツーストライクです。打ちました、ヒットになった。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには近本、そして塁上には俊足の田代。おそらく走ってくるでしょうね。本当にそうですよね。一塁はセーフ、引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには中野入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、高橋、一塁へ、アウト、ワンアウトです。まあなんとか進塁打になりましたね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、バックホームする、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、5-0、タイガースリードを5点に広げています。打順は4番山川、ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードです。初球打ち、高く上がった、頭上ぐんぐん抱き、突き刺さった、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム2本目のホームラン、初球でした。思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました、タイガース8-0、らしいホームランを見せてくれました。ベンチではチームメイトに祝福され、喜びを分かち合っています。バッターボックスは5番佐藤、タイガースホームランで得点を挙げています。まず何を投げてくるか、初球空振りです、打った、これは入るでしょうね。打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球は伸びて入った、ソロホームランが出ました。これでホームランダービートップとの差は3本、三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。9-0、さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。バッターボックス森下、タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、これは大きい、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあマウンドに上がったのは田島、今シーズン28試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ赤星さん、インサイド打ち上げました、弾き返した打球はセンター、セカンドランナータッチアップ。バッターボックスは8番木浪、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球打ち、これはどうか、センターに抜ける、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、10-0、タイガースちょっと一方的になっています。バッターは田代、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。真ん中打ちました、大きな打球になった、これはどうか、真ん中を破りました、
バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー三塁二塁。打順はトップに帰って近本。先ほどのヒットはナイス。初球打ち。さあどうだ。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。12対0タイガース。ちょっと一方的になってきました。バッターボックスは2番中野。インサイド落ちました。これはどうだ。破りました。センター前。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。13対0タイガース大量リードとなっています。初球ボール。痛烈な打球。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて入った。ツーランホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。低めでしたがぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース15対0頼りになる男がやってくれました。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ドラゴンズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは佐藤。昨日に続いての登板となります。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。3球目見送っています。ボール。2ストライク2ボールと追い込んでいます。見逃し三振。3アウトチェンジ。5回の表。里崎さん、野手の援護もあってここまでいいリズムで投球が続いていますが、この後の継投はどうでしょうかね。まあ今日の内容であればできれば1イニングでも長く投げてもらいたいと思ってるんじゃないですかね。そうですね。打ちました。ファウルです。さあ4球目は何か。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックス阿部。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。田代、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライクです。三振を取りました。これでツーアウト。バッターは6番高橋。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。内へ低めの変化球。ノーボールツーストライク。ファウルです。次が4球目。いい当たり。伸びていく。この打球はフライになっています。積極的に行きましたが最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。15対0タイガース大量リードしています。5回の裏タイガースの攻撃。バッターは5番佐藤。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。内野を抜けていきます。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打席には6番バッター森下。前の打席はツーベースでしたからね。はい。今日はバットが振れてるよ。初球打ち。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。打順は7番志村。初球打ち。これはどうか。セカンド取った。二塁はセーフ。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁一塁。8番バッター木浪。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしい。打ちました。阿部。セカンド送球。セカンドホースアウト。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。さあバッターボックスには先発の田代入っています。ここで中押し点を決めて打つ方でも貢献。打ちました。取った。一塁送球。アウト。ツーアウト。タイガース1点追加します。アウトの間に得点。タイガースちょっと一方的になってきました。打順は1番に帰ります。バッター近本。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。引っ張った打球はライトへ。この打球はフライになっています。武田が掴んで3アウトです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏一打先制のチャンス、4番バッター山川初球を叩いてタイムリー、タイガース先制します。さらに続きます。ツーアウト一塁二塁で6番バッター森下、レフトへ弾き返すタイムリー、タイガース1点を追加します。攻撃ツーアウト一塁二塁のチャンス、7番バッター志村、その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を追加します。2回の裏この回の先頭バッター田代3球目を捉えました。タイガース1点を追加します。4回の表ここも三振、三振を積み重ねます。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。お待たせいたしました。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃、武田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。変化球空振りワンアウトです。バッターボックスは8番木下、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。田代まずは先頭バッター見逃して三振です。これで2アウト、10個目の三振で2アウトを奪いました。里崎さん、まさに三振の山を築いていますね。まあそう。バッターボックスには代打の平田。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。落ちる球見逃してストライクです。あっという間にツーストライクです。打ち上げました。フラフラっと上がりました。3球目打っていきましたが最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。ドラゴンズ6回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは藤島、今シーズン26試合目の登板です。セカンド中野打ちました。どの上掴んでワンアウトです。バッターボックスは3番大山、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトランナーなし、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番山川、今日はホームランを放っています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク、打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー一塁、打席には5番バッター佐藤、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。打球はセンターへ。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。バッターは里崎さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあそうですね、点差もありますから大胆に攻められますね。まあこのまま最後まで行ってもらいたいですよね。そうですね。この変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックス堂上、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。田代まずは先頭バッターを三振、変化球空振り
バッターボックスアルモンテ。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。三塁線、大山取って、スリーアウトチェンジ。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になっていますよね。そうですね、ですからこのまま一気に勝利へという。打ちました、ヒットになった。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番志村。先ほどの内野安打はしぶとかったですよね。はい、バッターの足が速いと守ってる野手にもプレッシャーがかかりますから、それがミスを誘ったりするんですよね。本当に打ちました。これはどうだ、セカンドの右抜ける。これで9試合連続安打、ノーアウトランナー2塁1塁。バッターボックス木浪、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット、タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。さあ打席には先発の田代入ります。こういうチャンスで打って打力の方もアピールしたいですよね。うん、そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、これはどうか、ヒットになった。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。打順はトップに帰って近本、近本まずはボールから入りました。さあ2球目は何か、引っ張った、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。打順は2番中野。初球は大きな変化球、ボールになります。空振りになります。バッターボックスの中野、今シーズンの得点圏打率は5割9分6厘となっています。うん、素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。ここも真ん中打ちました。この打球はどうだ、切れるか、わずかに右に切れました、ファールボール。打ちました、これはショートライナー。バッターは3番大山、今日はホームランを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。思わずバットが回ってしまいました。ノーボールツーストライクです。打ちました、弾き返した打球はレフトへ。さあバックホームするか、サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました、タイガース大量リードとなっています。バッターボックスには4番山川。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はバットが振れてるようですから、どんどん初球打ち、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。大島が掴んで3アウトです。8回の表追いかけるドラゴンズの攻撃、4番バッタービシエド、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打順は5番阿部、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。田代まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、打順は6番高橋、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒して、これはショート取りました、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。タイガース大量リードしています。8回の裏に入りました。タイガースの攻撃、バッターボックスには5番佐藤、
今日はホームランを放っています。前の打席初球打ち、これは大きい、伸びていく、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには6番森下。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。ヒットで打ちました。どの上一塁送球アウト、ワンアウト。7番バッター志村、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。セカンドランナー動けずワンアウトとなりました。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っている。引っ張った、この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の谷本。さあバッターは木浪、ここで打点を挙げれば今シーズン100打点目になります。甘い球だったんですけどね。ピッチャーの代わり花の打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。タイガースちょっと一方的になっています。さあバッターボックスには先発の田代入っています。こういうチャンスで打って打力の方もアピールしたいですよね。打ちました。セカンド取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。大島が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースのリード広がっています。これから9回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ドラゴンズは代打を送ります。福田が打席に入ります。タイガース大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。まあそうですよね、攻撃陣が点差を広げてくれてますからね。とにかく点をやらない粘り。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打席には8番バッター木下、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。田代、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。弾き返した打球はセンターへ、この打球はフライになっています。バッターボックスには代打の岡林、2アウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。いいところに決めましたね。はい、変化球見逃し三振、試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。これで7連勝です。里崎さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、今日はコントロールも素晴らしかったですし、バッテリーとしては最高の出来だったんじゃないですかね。そうですね、コントロールが素晴らしいと非常に見ていて気持ちが良かったですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラ